シェルバーチャンネル。はい、皆さんこんにちはシェルバーチャンネルです。こん,こんにちは。えー、っとまあ毎回いろんなあの話題でお届けしているシェルバーチャンネルですけど、まあ今日はちょっと私の大いなる疑問をですね皆さんに、うん。 いいいてたいただきたいっていうか、うん、ぜひ助けてほしいっていうか,か、ね、いうことなんですけどねあの、えー、と大学入試に関することなんですけれども、うん、まああのシェルパチャンネルこれはシェルパチャンネルですけど我々シェルパセミナー、えー、もやっていましてそれで、えー、と今年っていうのは2021年なんですけど6月から10月までの間 あの同僚お誘いキャンペーンっていうのを、ね、やりましたね。でこれは結構太っ腹キャンペーンであの、えー、自分の同僚を誘ってその同僚と2人3人でもいいんですけど。 その参加されたら、誘った人にも、誘われた人にも、えっと、お好きな歩く選手を一冊無料で差し上げますという、抽選で何名とかじゃなくてですね、漏れなく差し上げちゃうというので、 で、だいぶその、その何人かの方がそのキャンペーンをお使いになって、アルク戦手をあの手に入れられたと思うんだけど、それで、えっ、ー、と、この10月でそれは限定キャンペーン、季節限、期間限定キャンペーンだったから、これで終わって、えー、で、一応、こうまとめていただいたんですけどね、アルクの方で。 でそれを見てちょっと驚いたのはまあまあ一つはあの文法をどういうふうに教えるかって高校における文法指導を考えるってやつが断トツでしたよね。うんはい、なんかもう本当にななんか勝ちみたいな感じもうウザインボルトじゃないけど何かもう何, <laughs> 何メートルぐらい離して他の人2以下をもう切り離してということですがまあそ,そちらにもびっくりはしたんですけども。 ただあとはもう、あのー、その他みたいな <laughs> 文法がもうダントツあと、うん、はその他で 1, 1冊ずつぐらいの違いがあるぐらいの7冊,7冊と8冊の違いとか何とかあるんだけど、うん、ちょっと私の,その予想では、うん、文法が多いだろうっていう予想はありましたけども、うん、まあそれと並行して、えー、と入試に関することでであの歩く っその大学入試はあと中学英語文法、えー、中学英文法で大学英語入試は 8, 8割解けるっていうこれを出した時はもうこれもはもうなんか飛ぶように売れるんじゃないかと <laughs> <laughs> これ大変だとでいろんなとこから取材が来ちゃったりなんかするというふうに思ってたんだけど うーんまあ、全然からき口だめってことはないけどもそうでもないし今回の,そのキャンペーンでもそんなに出ないんですよね。うん、でこれは実際にあの何て言うか実際の入試問題ずっと,っと3年分ぐらい見てやったんだからもう大変な、うん、仕事でこのデータを示すっていうことをやりましたけれどもだから 高校の先生で今年高3を持つんだからなんていう人はもうすぐ飛びついて買うんじゃないかというふうに思ったんだけどそれほどじゃないととですよねそれともう一つこれはあのアルクさんのやってるチャンネルで申し訳ないんだけどこれはあのその前に出たその教科書だけで大学入試を突破できるっていうこれは大衆館の本なんですけどもこれも実際5年分。 その実際の入試問題をその調べて、で、教科書の語彙がどのくらいカバーでき、教科書の語彙でどのくらいカバーできるかとか、文法事項はどうかとか、そういうのを全部調べたものですけど、これも、なんていうか、話題にあって、話題騒然みたいなね、賛否両論、どっちでもいいんですけど、それが来るかなと思ったんだけど、あんまりないっていう。 それでちょっと私たちがさっきのキャンペーンの時もそんなにそのあこの本が欲しいなっていうのそんなんではなかったここら辺ちょっと私にとって本当正直疑問なんですよね。うん、というのはまあ皆さんもそうだと思うけど、まあ、研修会とかねなんとかって教員研修とかそういうところに行くと必ずじゃあそれ入試それでやって入試大丈夫なんですかとか。 それから入試の時のご意を増やすにどうしたらいいですかとか、入試入試にして必ず出てくるでしょ、うん、そうですね。うん。だからそんなに興味持ってたら、そう、なんていうか、こういう過去5年間の入試問題、もう何千も調べてるっていうのはどうなんだっていうのね、すぐ買いそうな気がするし、うん、えっと、それを <laughs>、お誘いキャンペーンはタダだ,だからね。そうですね。うん。 だから、あこれ言えば、じゃあこれ、これしようかとかって思わないのかなっていうのが、だから先生だったって、ほん本当に入試、興味持ってるのかどうかっていうのは時々分かんなくなっちゃうんですけど、うん、どうですかね、なんか本のタイトルが悪いのかねあのタイトルが悪いかなっていうのは、ちょっと一 <laughs> の思ったことはあって。<laughs> なんか、もしかしたら、いい、言い切り方が、ちょっと言いすぎとかいうことないですかあの、高校入試は、あちゃちゃちゃ、大学入試は、中学英語で8割解けるかとかにしておくと、でどうなんだ、どうなんだってなって、あれですかね、興味を持って買ってくれるのかなって思ったこともあって、うん、と,というのも、なんでかっていうと、あの、なんだろう、その、 うんと例えばちょっと変ですけどもしねそのダイエット本みたいなものとかがあった時にあの例えば毎日10キロ走って頑張れば痩せられるとかっていうそのタイトル本があったとした時に買うかっていうとなんかそれが真実だとしてもなんかそれを信じたくないというかやりたくない信じたくないみたいに思うとなんか物としては買わないみたいな心理があるなと思ってだからもしかしたら先生方も 大学入試は中学英文法で8割解けるって言われたときに、なんかそれを信じたくないみたいなの、まあ、まさかみたいな、いや、それ本当だったとしても、そんなこと言われちゃったって、私は嫌ですみたいなか <laughs> そ、そういうのもあって、食わず嫌いっていうのかな、みたいなので、あれですかね、購買意欲がそそわれなかったとかありますか、どうですか,だだか,らだから、今のはだからなんだけど、言い切らない方がいいのか。 それから知りたくないのよっていうとダブルであのマイナス要因になってるっていう。まあだからやっぱり中学英語っていうのを突きつけられるとちょっとそれは信じたくないでそれにまでには手はつけられないっていうかそこまでなんか戻れないみたいなのあってだから情報欲しいんだけどちょっとそれは。 こう求めてる情報じゃないんだよみたいな優識が働いてるのかもしれないしもっともっと単純に さらにキャンペーンが続いて、もう一冊に入れられるって時に、うん、じゃあ今度は入試かなってかもしれないから、わかんないですよ、それは。<laughs> まあまあ、まあさ、そうだけどね、まあ2冊目、3冊目だったら、第一候補にはならないけども、まあ、それはあるかもしれないけど、まあ、そこまで考えちゃうとちょっとよくわかんないけどね。<laughs> だから、やっぱり先生たちの、あのー、こう心理の中には、中学英語っていうところというのはやっぱハードルが高いっていうか、まあ実際に低いものなんだけど、 教科書だけでとか、中学英語っていうのが、今、自分が想定している範囲の外だから、ちょっとそこまで冒険はできないっていうか、したくないっていう心理があるのかもしれないなと。なる,なるほど、なるほど。無理やりその、<の>なんでっていう理由を考えるとですよ。そうそうまあ、ついでに言いますと、さっきのねい、言い切っちゃうのはまずいんじゃないのっていう話があったけど、これはあの、営業の人は言い切ってほしいっていう。 あ出だからこの教科書だけでっていうのはできる「か」にしたかったんです僕らはい、はい。作った方はね。うん、そしたら「か」はやめてくださいと。えー、できる「にしてくださいとだ。だってさっきのダイエット本だってさ これに従えば減量できるかもしれないっていう本買いますまあ確かにそう言われて逆にそうか、それは買わないでしょ。だから3ヶ月あったら10キロ減るっていう、減るって言ってくれる、減る。 減る場合もあるとかね、うんはい、<laughs> 減る確率が高まるとか言ったら、買わないでしょ <laughs> それは確かにそうですね、大英本でも買わ、うん、売れないですね。うん、<う>だから、おそらく言い切ったのはさほど悪くはないと思うんだけど、うん、今、太田さんが言ったみたいに、中学英語とか、それから教科書とかっていうやつだとうんっていうのかなという気はするけどね。 それはなんかやっぱりあれかなその教、中学英語とか高校の教科書だけで入試,が入試対策が賄えるとは思っていなくて、やっぱりこう入試用の参考書とかっていうのをゴリゴリやるということを避けては入試対策、入試には合格できないっていう、あれかな、ご経験のからくるなんかこう、みたいなのがあって。で、 中学英語だとか教科書だけでって言われると、それに対して、ちょっとやっぱり、うん、いやいやいや、ちょっと信じたくない、そう言われたとしてもやりたくないって、太田先生がおっしゃったみたいな気持ちになるのかな、もしかしたら現場の先生方は。うんまあ、確かに今おっしゃってることは、お二人の言ってることは、うん、その非常に面白しくて、要するに教科書だけじゃだめだと、それから中学英語なんかだめだと、うんこう、高校なんだから。 っていうこの2つつまり何ていうから,ら違いなものを持ってきてるから、うん、それはないでしょうっていうことかもしれないねそのあの生徒なんかもそうで要するに受験英語というものがあるって、うん、生徒が思ってたり先生が思ってたりしますよね。うん、受験では普通の社会では通用しないけどっていうか使わないけど入試ではこれがあるんだっていうそしてそれは。 教科書にカバーされてなくで当然中学英語でもないというようなものがあ,のあるんだろうとかなり信じている人が、うん、生徒さんにも先生にもいる、まあ、親御さんにもいるかもしれないというだからやっぱりその2つなんかあっていうねそ,そこがあのまあ疑問になってるかもしれないですよね。うん もともとあれですもんね、その2冊の戦争をあの皆さんがお作りになった理由も、そのなんていうか、受験英語なるものが、教科書とか。2冊じゃない、1冊ね。あっ、1冊か。あの戦争は1冊ね。戦争はそう、歩く戦争を1冊作った、そのもとも、はい、中学、受験英語なるものが、その日々の英語。 とか基礎的なものとは全く違う離れたところにある別物だというふうに思っているその幻想をある種打ち砕くみたいなことを、ねうんね、やられたっていうところがあるから、ね、でも打ち砕いてあげられるよっていう本のはずなんだけど、うん、その幻想を打ち砕かれるのはあれなのかなちょっとやっぱ怖いとかですかね打ち砕かれた後どうしようみたいになるうんまあだからうん、うん なんというか、あの、内心ではね、中学英語だろうなとか、内心では教科書ちゃんとやってればなとか、思ってる人が割合いるのかもしれない。の、うん、かな <laughs> そう言われると、でもそう、そうかそれそう、薄々思ってるけど、いはい、データ見てみたら、やっぱりそうだとなったら、で、今、薄倉さんが言ってるように、やっぱりそうだけど、その後どうすんのってなったときには、うん 自分一人ではどうしようもないなとか、うん、じゃあ学校の他の同僚を巻き込んで何かやるかってのは、それはめちゃくちゃしんどいし、とか、うん、それから地域とかもっとね、あの、公立の学校だったらもっとあるし、それからあとは私立だったら経営者がどういうかとかね、うん、そういうこともあるから、まあ、うすうすなんとかそうじゃないのと思っていても、その、本当にそうなんですよって、こう、 コンファームされちゃうと嫌、うん、だなって気持ちもあるんでしょうかね、うん、やっぱりこのまずその手に取って読むとしたらそれ明日自分の授業でできるみたいなものであると嬉しいのでもう一人の力でこうどう,こうすぐできるっていうものじゃないっていうところに一つ抵抗感はハードルがあるのかもしれないですねだけど僕、まあ、それもそうなんだけどただ あの読むか読,む読まないかだけの話だからねあの読んだから何かしなきゃいけないかっていうとそう,そうとも限らないわけでしょだからなんかやっぱりこの意欲というか <laughs> それがあのそのこう口で言ってるほど強くないのかなっていう<ー>入試があるからっていうのは軽く軽く言ってるけど、うん、だけどそれはなんとかせにいかんとは。 あんまり思ってないんじゃないかな。だから入試があるからっていうのが、実はいろんなところで、こう、都合、都合よくてしか言えないな。まあ、あの、その場を切り抜けるための、あの、こう、言葉として使ってて、実はなんかもう日々の授業をこうね、こなすのがやっぱり一生懸命だから、本当にその、入試してたところまで、ゴールを見据えて、バックワードでザないしてるかどうかはわからないんですよね。うん。うん